どうした？違う。僕、いや、俺も篠宮のこと騙して利用してた。え？俺、昔から不幸体質で、篠宮の近くにいると不幸なこと起きなくて、多分篠宮の強運のおかげなんだ。恋人も嘘だった。あの、篠宮君にもう一つ話があるんだけど。うん。この強運男を利用するためにはこれからも俺と付き合ってほしいなって。いいよ。だから一緒にいたくて篠宮の勘違いを利用したんだ。猫かぶって。僕このキャンパスで知り合い篠宮くんしかいなくて、一緒にいろいろ回ってもらえたらなって。全然いいよ。本当嬉しい、篠宮くん。あんみつイチゴパフェ美味しい。当たったら渡そうと思ってたのに。そばにいてくれるだけで僕は嬉しいから。幻滅したらこれが本当の俺なんだ。騙しててごめん。短かったけどありがとな。楽しかった。おい、ちょっと待てよ。本当にごめん。Thank you.